自分たちと関係のない世界のことではなく、自分たちの人生が無駄ではなく、社会の落ちこぼれみたいな人生が決して無意味なものでないことを悟ったのです。しかし彼らはいつまでもその馬小屋にいたわけではありません。間もなく自分たちの職場に戻りました。彼らは自分たちの人生の中でしっかりとキリストを抱いて職場に戻りました。介護桶に寝ていた神の子を自分の人生の中に取り入れて帰ったわけであります。もちろん帰ってもやはり今まで通り生活のロープは待っていました。悩みもあったでしょう。人々から軽んじられることもありました。しかし彼らは現実から逃げ出さずに神を賛美しながら帰っていったのです。ベトレヘムで自分たちは帰られました。帰るところが変わらなくても神を賛美することができたのです。この世から逃れることがキリスト教の救いなのではありません。神の子を自分の地上の人生の中に抱いて現実の中に帰っていき、神の子と共にもう一度人生を引き受けることになったのです。現実の厳しい生活の中にいながらも、私たちもまたこの一年を神と共に歩むことができるように祈り求めたく思います。羊飼いたちのように神の子が私たちの地上の人生の中に生まれてくださった、この現実をよりよく理解し、しっかりとイエズスを心に抱いて、また現実の性格に変えていくのです。それは私たちがその地に飲み込まれるためではなく、むしろ地上の生活を清めるためです。神に導かれた地上の生活を送るために、私たちも神を褒めたたえ賛美し、そして神に祈り求めながら人生を歩まなければならないのです。そして私たちは何よりも目に見えない神様が人間となってこの地上に来てくださった、この素晴らしい出来事を周りの人たちに伝えなければなりません。羊飼いたちが見たこと聞いたことを人々に伝えたように、私たちのこの地上における生活の中で実は大切なこと、すなわち神様がおられること、神様が私たちと人生を共に歩んでくださる方であるという、そのメッセージを人々に伝えていくことこそ、私たちキリスト者のなすべき使命であると思います。どうか新しい年を迎え、本当に平和な年となることができますように、いつも神様を見つめ、主を見つめて、この一年を歩むことができますように、心からの祈りをお捧げしたく思います。